はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館はファミリー対タッチ。なんか嫌な予感しかしないんだけど、とりあえずやっていこうかと思います。リセット。まあコンパイルですね。まあいろんな意味で嫌な予感しかしないんだけど、ジャスラックとか絡んでないよ。まあジャスラックついてないから楽曲怪しいな。このそっくりミュージックなのかな、これは。あ、まあいいや。ゲーム始まってからどうなったかな、ちょっと覚えてないんだよな。まあとにかく一応ね、メモをかけるように準備はしてるんだけど、てか多分マップ書かなきゃダメなんだよね、これ。これ横のラインはんだけど、縦にもね、移動して、あの、五右衛門方式です。あ、五右衛門先にやればよかったかな。まあまあ、とにかくこう行って、まあ、上も下もあるね。北の外れの化石の森とかなんか言われてるから、北行くのかな？あ、南行きやがった。南だから、南なのかな？わかんねえけど。まあ、とりあえず、原作要素ゼロだよね。でちなみにこの251とか252って出てる、これが体力でありお金である、あるわけですよ。厄介なことに、ソリセツ見るとステータスって書いてあるんだけど、これが体力でもあるしお金でもあるから結構ね貴重なんですよ。ということで、まあ人ワンプレイ、あ、違うか。これは、まあ、ニューゲームワンプレイヤー。まあ、いや、ニューゲームスタートで。まあ、よくわかんないけど。で、ここに1匹犬がいるから犬拾って、これ犬が1匹、これ10匹犬をね、助けると終わりなはずなんですよ。この町に来るのは初めてかい？危ないからいいものをあげるよっていうことで、とりあえずこれでもらったのかな。これボールが投げられる。ちょっと君たち邪魔だよ。で、もう一回、はい、入れない。ちょっと、あれ？もう入れないのかな？南風も入れないのかな？ちょっとマップを把握するために、もうとにかく、今、南風から出たってことだけ覚えておいて、あと左にガーッ、これ南がやられると泣いちゃうから、なるべくこう、で、これやっつけると一応このステータスっていうのが上がるから、ステータスっていうかお金兼体力みたいなのが上がるから、ここ行き止まりのようです。入れない。あ、入れた。ということで、まずピーッとライン書いて上下に行けるマップがあって、ここをまず8でも書いとこうかな。まあ、入れない場所には何か秘密があるかもっていうのが、まあ、ヒントもらったと。これ同じことを言われるのかな。ちょっとお前どけよ。これが入れない場所に何か秘密があるのかもって言われても、秘密あんのか本当にわかんないんだけど、とりあえず次。ショップジェミに入れない。ショップタニダ入れない。こっちか。入
入るのはやめようよ。入るのはやめようよ。ちょっと待って。ちょっと待って、入るのはやめようよって言われたね。ショップジェミに入るのはやめようよって言われたら何だろう。これ、南に言われてんのかな。真ん中って南セリフなのかな。まあ、一個なんかセリフが。特に何も言われないぞ、他。ここも入れないね。ここか、あとは。トイショップ。なんだこの。40、30、50、20。これなんなん？ Do it yourself。買って。ちょっと待って。コントローラーあるけど、あれ？黒いペンか。黒いペン。あれ、カップがない。まあいいや、後で調べよう。コントローラーってなんだ？わかんねえ。トランプは？わかんねえ。買ったはいいけど、なんだかよくわかんねえよ。ちょっと待って、もう一回入り直す。なんか B 入れなかった場所で C。これがなんだっけ。トイショップ。お前どっけそこ。トイショップ。トイショップ。まあいいや。で、次が。まだヒント1個しか聞いてないんだよな。で、南風。南風入れない。北の外れに化石の森があるという言い伝えがあるよって言われた。はい、間違えた。ポーズじゃねえよ。で、ここに上下に行く場所があると。で、次が南の外れにお寺の町があるという話がある。北も南もなんかあんのね。とりあえずどっちに行けばいいのかよくわかんないな。違う。ゆりきお休みみたい。お休みショップ、よりきお休みショップ、よりきお休み。なんだこれ。これ何、缶詰が売ってたのか。全然字が読めなくなってる。やべ、250はやばいな。ちょっと250は今おいそれと買えない。ここ入れない。ショップ桑田。結構いろいろあるんだけど、ここは、高い。ホームセンター、入れない。ここも入れない。ショップ入れない。
帰れた。缶詰が食べたいんだけど。あ、そう。あ、そうって感じだな。缶詰が食べたいんだけどよ。ちょっと待って、ね、で、ここも上下に行き、やべ、やべやべ、やべやべ。これで一度回りか。よくわかんないけど、とりあえず缶詰を買うとやばいんだけど買わざるを得ないか。缶詰、あ、こっちか。あれ違うか。これか、ホームセンター。ホームセンター？ちょっと待って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 、あれどこだっけ。缶詰、缶詰どこだ。これか、違う、缶詰こっちだったな。あれ缶詰どこだっけ、ここ。あれ缶詰食べたいでしょ。あ、違うや、ここの飲食より向こうだ。知るかいやー、ホームセンターのこっちか、これか。あ、違う違う、クワタの向こうだ。MNC 縫い、よくわかんない。あ、ここだ。缶詰、今なんて書いてあった、読めなかった。ちょっと待って、もう一回。缶詰、缶詰みたいね。それにしても高いけど、あれ、ちょっと待って、あれ？あれ買えないのかな？あれ買えないのかな？あれ？アイテムって4個しか持てないのこれ。ちょっと待って、アイテムって4個しか持てないか。持ち物、アイテムを使うはいいんだよな。これ B ボタンで使うんだよな、これ。いや、そうじゃなくて、買う。アイテム、買い物の仕方。いらなくなってるアイテムか。すぐできねえなこれ。なんかあの参ったな。アイテムをなんかあの無言でてんてんてんって出てくる、セリフが出てるあのやつが建物内にいる場合があるらしいんです。あれをセイントと呼んでるらしいんだけど、そういうセイントがいるらしいんですよ。いや、このゲーム用の用語でセイントっていうのが、どうやらあの店に、建物内にいる犬というか人というか、あれ、これがセイントなんだけど、こいつらの中になんか点々点ってやつがいるらしいんだよ。でもしょうがないよな、しょうがない。一回ちょっと上に行こう。あ、なんか新しいやつ出てきた。お、行き止まり。やばいやばいやばい、お前ら。だいたい何のアイテムかも分かんなくて買っちゃいけないんだな、このゲーム。え、ガソリンスタンド。英語表記合ってる？ガソリンスタンド。合ってる？え、お休みですか？ショッピングセンターお休み。
フードショップ多分体力回復するんだろうな。わかんないけど。わかんないけど。とりあえずいいや。経験値は大切にするんだよ。経験値って何よ。ステータスのことかい。ここにわけわからん。あ、ここに、ここでまたこの通路がある。おお、あ、こいつだ。こいつにとりあえずよくわかんないから。トランプあげようか。あれ？あれ？お前もらってくんないの？ちょっと待って。ちょっと待って。アイテムの下に、あ、違う違う違う、トランプ、アイテムの捨て方、食べ物などの一部のアイテムを除いて使い切ってしまうことはありません。そこでいらなくなったアイテムを捨てるには、まず写真 B の8か、のようにとどまって、てん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 と溜まっているアイテムを、これにアイテムを探して、あげるという。あげるって操作は何よ、あげる。あげる。あげるって操作は何よ、アイテムを選ぶでしょ。使う。あ、B ボタンでやっぱ使うだよな。だから、あったわね。これで B ボタン使えねえ。B ボタン。B ボタン。B ボタン。いや、ちょっと待ってよ。いや、君なんとか。いや、もらってよ、これ。嘘だろ？もらってくんないの、何も。参ったなぁ。これやり直した方が早いのかな。おやすみ。褒め。岡崎。本名？本名？岡崎？わかんねえな。また缶詰だ。缶詰。いや、缶詰。まあ、どっから入っても入れんのね。どっからでも入れます。なるほど。ここは繋がってないんだけど、上下で。あれ？
アイテム捨てられないのなんとかなんねえのかな。ちなみにこれ確か切り替えてあのかっちゃんも選べんだけど、まあいいやそんな気持ちの余裕はありません。とりあえずこっちに、あ、強え。お、ちょっとやっぱポイントいっぱい入るな。今日何にもあれ強えのか。へえ、なんだこれ。またなんかショップだよね。スタジオ H2O それはあの大人の階段登る的なことのニュアンスなのかしら。でもあれタッチじゃなかったような気がするな。今のところ何一つこうゲームが進みそうな要素がないんですけど2個か2個か。空き家みたいだね。空き家誰もいない。空き家誰もいない。空き家誰もいない。わかんねえ、全然もうマップがわからん。ああ、おいおいおい、ああ南のせいで下に行けなかった今。あ、まあ分が悪い。ちょっと左から、じゃあ右から出てくるとちょっと厄介。ここは何も入んなかったんだっけ？入れないのか。どうだったっけ？
空き家とかなんかいろいろあるし、空き家とで誰もいないか。あれ結構すぐ来るなあやつら。あやべ、あれちょっと待って、これ上に、ちょっと待って、あれ H2O があるじゃん、 H2O 入ったじゃん。あれ H2O より右側に下に行く道なかったっけ。あれあ、そう、まず左、あ、じゃあ上に行く道があって、で空き家みたいなのがあって、あれちょっとおかしいな、あれちょっと待って、あ、ここか、なるほど、間違えた、書き間違えた。そっか、これややこしいな。強えな、強えけど、ちょっとこいつらなんか使えねえのかよ。これトランプ何なんだよ。ちょっと待って、あれこっち何もないんだよな、これ行き止まりだよ。あ、違うか、あれスタジオ H2O、 あ、そっかそっか、こうか、H2O があって、空き家と誰っていうのがここにあって、ってことは、これ結構なんもないな。これ何なんだ、この全然マップ解説で何の、やっぱ缶詰だよな。缶詰だよな。これ買いたいけど買える？アイテムやっぱ4個しか持てないのか。まあ、なんということでしょう。アイテム買っちゃいけないんだな。ちょっと一回戻るぞ。あ、やべえ。このゲームの最大にダメなところはこの置いてけないんだよ。いやー参ったな。一回戻るだろう。ちょっと一回地図、違う、これだ。頼むよ。違うよな。お前あれ、あ、違う、間違えた、ボタン間違えた。そっか、こういうことか。あー、カズヤには切り替えたのか。で今タツヤ、だからさ、これだよな。いやいや、ちょっと待って、じゃあしょうがないや。そうしよう。カズヤになって、あれ缶詰ってどこだっけ？ちょっと待って。あ、違う、間違えた。そうじゃなくて、タツヤになって、タツヤ攻撃で。缶詰どこ打ってた、缶詰が打ったところは、
回戻るぞ戻るぞ。で、もうわけわかんないけど、結局のとこ2人で協力しなきゃいけないわけだちょっとあの達也にむちゃくちゃ物持たせすぎた。だからここでこいつにか、あれ買わせる。で違う、こうだ。よし、缶詰食べたいんだけど、よし、どうだ、あれ、え、これじゃないの、缶詰これじゃないの、え、もしかして缶詰をあげるんじゃない、え、缶切りなのこれ、よくわかんないえ、どういうこと、缶詰を食べたいんだけど、これ缶切りかな、ちょっと待って、え、どういうこと、これは使えないの、これを、これをこうで、あれ？え、この人に、このセイントにこうあげてないの？これ。どういうこと？え、なんなんだこれ。わかんない。いや、もうちょっとわかんないんで、とりあえずあの、マップをもう少し進めまし、あ、ちょっと待って、待って。よし。左の方まで行って、今度下の下1列マップをメモろう。何なんだこのゲームは。違う違う違う、左側の方に、これ南か、ちょちょちょ、あれ南風、南風の左側にまだ、あれ今引っかかってた、あれ、あれちょっと待って、あれもしかしてここってちょっとマップ違うのか、あれここは、ここさっきのマップと違うのか、メモし忘れか、ちょっと待って、こう来て、ああ違うか、メモし忘れだ、ここもつながってたか、缶詰、よし、いやーもういいよ、え、ちょっと待って、なんて言ってる、何も言ってないな、ここで缶詰のこと何も言ってないのか、こいつら、まあいいや、下行こう、下、このまま下に行って、で、お、あ、よ、あ、こう縦にも移動してる、ちょっとめんどくさい、あ、だから完全に縦に移動はしないんだ、ちょっと上がるぐらいか、あ、ちょっとお前やっつけろそれ、またガソリン、お休みみたい、ガソリンスタンドお休みみたいね、
よし。なんかよくわかんないけどいろいろ売ってる。ホームセンター入れない。コンビニエンスショップ同じ値段で売ってないよ、安いところがあるかも。いいよもう。ということで、ここ上に行けんのね。あー、ここにまた点々点がいるよ。あー、どうやったらこれアイテムを渡せるんだ。わかんねえ。アイテム渡すのこれで合ってんのかもわかんない。わけわかんない。ショップ。ショップいっぱいあるけどさ、ここ高えな。当たってねえし。あー、やった。ガソリンスタンド。大体ガソリンスタンドって言葉は何語が。またいるよ。いや、こんだけ点々点々いるのにさ、もらってくれよお前。ほら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 わかんねえわかんねえな。でこれ行き止まりかな。あれ、下に行く道が一本しかないな。もう缶詰とかよくわかんねえな。うわ。いや、本当にこのまま続けていいのかよく分かんなくなってきたぞ。っていうかもう、あ、やべ、40分経ってる。全然進展がないけど40分も経ってる。
ここしかないのか通路。よし、これ行き止まりね。はい、行き止まり。お前ら邪魔だよ。そこ試した。ちょっと待って待って、お前ら、ここ下の道もあんのか。霧も見えてやんなくていいよ、もう入れた。神社を拝んでみる価値がある。はい、なんかよくわかんないけど、はい、コンビニエンスショップ入れた。まあだいたい高いね、食べ物は高いね。やられてるやられてる。たまたま。よし、あ、下に行く道がある。あ、行き止まりだ。1時間で区切ってプレイしてるってのはいいよね。あの、確認していろいろね、あの問題点を把握して始められるじゃない、次のプレイ。でももうなんか限界。キャー、まだまだ下があるのかよ。あ、なんか風船が飛んでる。ちょっと待って待って、なんかやられてるやられてるやられてる。つえつえ、風船つえつえ。風船やっつけられない、これ。何これ、強い。風船つえ。ちょっとダメだ、風船ダメ。風船ダメ。あ、やべやべ、やべ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 。上行く上行く。今どこだ、ここか。ちょっとこれ敵もメモっといた方がいいな、敵の種類も。ちょっと待って、ちょっと待って、ここか。これスタート地点のラインだ。結構厳しいな今のところ。わけわかりません。ちょっと缶詰なんとかしたいな。缶詰なんともならないのかな。大体今持ってる武器何なのよこれ。たまボール以外わかんないな。ちょっと待って、あの風船倒せなかったのちょっとちょっと困るんだよな。ちょっと待って、安いけどさ、なんカップが何だったんだ、これ何だったんだろうな。買えないか。買えないか。もう買えないか。わけわかんねえな。今いる場所から行くと、今ランプがあと15分ぐらいあるな。ちょっともう一回その缶詰のとこ行こうよ。南風もう入れないしさ。まあとりあえずあの犬を一匹見つけましたっていうところまでは行ってるんですよ。だからある意味北の外れに化石の森、北の外れに化石の森はいいんだけど、いやこのまま行っちゃおう。ちょっと
このロボットの方が、なんかあの風船よりこのロボットぐらいだったらまだ倒せる。あ、これだ。あれ、これ行き止まりだよね、左。あれ、まだあった。まだあんだっけ。スタジオ H2O。 あ、そっかそっか、2つあるのか。まいったな。ここだ。よし、よっ。ちょっとまた変なの出てきた。いや、これ倒せるけどちょっと厄介だな。車厄介やな。ちょっとまだ強いよこれ。ちょっと金稼ごう、とりあえず。わけわかんないから。ていうか荷物、アイテム捨てられないとこれ以上何もできないな。だと先に行けそうだけど、車怖い、車怖いので。でもこれアイテム3つ4つだとさ、装備とかないんでしょ。厳しいな、これどうすりゃいいんだ。ここにもあるのか。え、これで終わりじゃない、もう一個あるよね、上行く道。もうタッちゃんどうにかしてよ。いや、なんで南そんなにバカバカ当たってんだよ。4つあるね、4つあるね。これパスワードでやった方がいいのかな、次回。それとも、あ、でもみんなの3人のパスワードを取っといた方がいいの。あ、でも南が、でもめんどくさいんだパスワード取るの。パスワードメモするけど電源入れっぱなしにしとくか。わけわかんないな、もう。まあ、とりあえずはなんか一番楽な方法がいいし、大体この3人分パスワード入れたくないよね。経験値は大切にするんだよ。いや、経験値って言われても、いや、どうしようどうしよう。戻るか。缶詰おじさんのとこまた行くよ。食べ物なし、ホームセンターで入れないし、缶詰が食べたいんだけどは違うのかな。カズヤ、カズヤ、あ、こうか。
ありがとう、これだ。 A ボタンを押しながら B か。ちょっと待って、もう一回。そうだったっけ、アイテムの使い方。あ、書いてあった書いてあった。家の中に入った時に、アイテムを使ったり誰かにあげたりするときに使います。 A ボタンを押しながら B ボタン、 A ボタンを押しながら B ボタンです。 B ボタンじゃないです、 A ボタンを押しながら B ボタンですよ。わかりました、ありがとう。ショップワオに入ってごらん。ショップワオ、ショップワオね。ということで、ショップワオってどこだっけ。もうガンガン行くよ、ショップワオ探し。ショップ、もうだからいっぱいに全部名前書いてあるんだよな。ショップ MMC ぬいとかさ、わけわかんない。ショップワオだよ、ワオ。いやー、もしかしたら次回までに各通過したとこのショップの名前メモし戻せると思うんだけど、てかめんどくさいんだよな、それも。それもやりたくないんだよな。ショップワオどこだよ。ショップワオどこ、ショップワオ。やっぱメモしとかなきゃダメか、全部全部メモんのやだな。あれ、ショップワオなんかどこにあった。このラインとは限らないんだよな。トイショップ、あー南押せよ。ショップヨーコ、ショップタ、タニダ、ショップジミニくそ、ショップワオ出てこい、ショップワオ、ショップワオ出てこい出てこい、ショップワオここじゃなかったらしい。ちょっとショップワオどこだよ。ちょっとしばらくショップワオ探しだな、これ。あっやってしまっただいぶ揺れたと思います。あ、やべ、南が、いやー、ちょっと メモをショップワオ探さないと。ショップワオ、だいぶ今カメラがワオな状態だったけどショップワオ、いや、このどっちかのライン行きゃよかったな。このライン見る必要なかったな。だいぶ南が食らってるけど、どういう判定になるんだろう。南ステータスとか見れたっけ。よりき、よりき、ショッピング、あれ、ここで、ここじゃねえか。さっきの缶詰うんぬいってやつのところは、もう和也働けよ。まだ戻ってきてないな。あのショップあたり、ここか、この家か。で、ここで行き止まりか。じゃあ、ちょっと一回下に行こう。下か？上の方が可能性あるんじゃないか。上は多分弱いから、多分こっちだな。ガソリンスタート。ダサ。いやー、いや
あれ、食器、こっちにショップなかったっけ？スポーツショップ、ショップ？岡崎。やべ。やべよ。やべ。あれ、ワオないよ、ワオ。あれ、ワオ。ワオどこだ、ワオ。全部メモんのはめんどくさいからな。和をなかったね。よし、今度は右に行こう。これで、やべ、またガソリンスタンド。あれ、ワオどこだよ、ワオ。ショッピング、いやいや、ミャモショップミャモ、わけわかんない。中に1個だけこうスペル違いがありますとかあったらやらしいよね。キャーキャーキャー、ねえじゃんねえじゃん、ワオワオないよ、ワオ。おい、ワオないぞ。ショップワオないぞ、マジか。せめてワオぐらい今日見つけたいよね。またガソリンスタンドだし。いやー、あったー。ねえねえ、2人ともリュック、リュック、リュック、ちょっと待って。もしかしてリュックサック変えるかな。変えた。2人ともって言ってるけど、これなんだ、35ボール、これ違うのかな。ちょっとわかんねえな、これわかんねえな。ちょっと待って、わかんない。ちょっと待って。違う、ちょっと待って、カズヤだよ、カズヤ。ちょっと待って、これどこだ？ここスタート地点だろう？下のラインだから。違う。よし、ここだ。どっちだ？何がいらない？まあいいや、ちょっとわかんないから、まあいいや、はい。これで、違う、まあいいや、パンチでもいいや、倒せるか。達也はボクサー、達也はボクサー、よし。塾買っちゃうよ。塾買ったらどうなるの？塾買ったらどうなるんだよ。ちょっと待って。塾買ったらどうなるんだよ。ちょっと待って。塾買ったらどうなるの。ちょっと待って、塾を買うってことだったの、チョップワオイケって。ちょっと待って、ちょっと待って、そういうことか、塾を使うのか。ちょっと待って、塾買ったよね、塾買って、ちょっと待って、塾使ったよね今。あー、増えた、容量が増えた。
容量が増えた。あれ、ちょっと待って、これでそういうことか。なるほど、中でしか使えない、中で外でしか使えないのか。でどうする、これで。ちょっと待って、ちょっといこのボールの意味が分かんないな。ちょっと待って、このボールの意味ってどういうこと。同じだよな多分ちょっと待って、まあいいや、ちょっと、ま、紛らわしいからいろいろ買っておこうちょっと待って、これ10個もう1個買ったりできないのかな。さすがにもう1個10個は使えねえか。ちょっと待って、さっきのあの和を行けって言ったところに行こうよ。どこだっけ、あれ、和を行けって言ったとこどこだ。いけないのかな。桑田、あ、この左側だ。もう少し左にあるんじゃない。あ、缶詰、これ缶詰か。そっか、ヒントくれたやつのとこもう入れないんだ。あ、もう今日はやめどきですやめどきです。どこでやめよう。南風の前に行こうかもうなんか進んでんだか進んでないんだかわかんねえけど、とりあえず南風の前に行こう。まあいや、ここでいいか、わかりやすいしな。でこれパスワードどうすんだっけ。パスワード、パスワードどうなんだっけあれ、パスワードどうすんだ。パスワードをもらうじゃねえか。パスワードはあれだよな、パスワード、ちょっと待って、パスワードどうやって表示したっけ。パスワード、ゲーム中に書けるよね、パスワード、合言葉、あ、これだ、合言葉、書き留めたいです。スタートボタンを押してゲームを中断で、セレクトボタン、これだ。ということでね、今日はこれをメモったつもりになってね、このまま電源入れっぱなしにしておく予定ですが、うかつに切ってしまった場合はこのパスワードで再開することになるかと思います。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さけかんでした。